帝釈天前。帝釈天前だから多分帝釈天さんとか。ね。お、帝釈天さんと。いやいや、車ってか入れないよ。何嘘ついてんの、この川の水に。無理ですからね。歩きだったらワンチャンありますね。ローソンストア100あんのか。あ、違う。あ、あ、これがあれか、下町ってやつ。いや、もっと昔、昭和の時はもっとすごかったんだろう。もう今現在みたいな建物になっちゃってます。うん。19時だからこれは大丈夫。うん、危ねえ。いいですね。右方向、その後目的地は左側。ここ道めっちゃ狭いよ。路中ができない。若干ハンドルが切れる。さすがに片手では切れない。やばい。そして人が、まるで人がゴミのようだ。やばいです。ムスカになった。ここ通れますなんて。いやだって鴻上が示してるから。カーナビはそうですね、示してはいる。多分さっき赤いやつだったから、まあ一方通行ってことでしょ。いやだって普通ダメだったら通れないよ。普通言う側で。目的地は左側、柴又駅到着しました。到着してないからみたいな。まあまあまあいいやつだ。とりあえず本当止める場所は、あ、まあ確かにここではあるんだけど。そうですね。あれが噂のトラさん。トラさんだよね。見たいんだけど、ね、車から降りて、どうすんの、行けるの？行けるわ。変わった。少し変わった。これ切れるかな。普通に切れた。まあ、いいゲーム行きました。やっぱカリスマパワーですよ。いや、芸者だからね。パーキング、パーキング、パーキングメーターないけど、パーキングはあった。狭いな。とにかくトイレに行きたくて仕方がないです。大丈夫です。そこチート作っちゃダメか。そこチートしてる。ああ、ショールームでね。ショールーム行くふりをしておいて、いや、ここあれが信号ないから。それはだって歩道用だから、車道車用ないから、ゆっくりで乗ってる。そうなんです。そうです。どうも、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 
でも無押せるのと長くない、パーキング名 ないここに止めとくとか、なんかないから。またに行く理由、それはトラさん。歩くネタ帳はね、トラさん大好きなんですよ。トラさん、だから男は辛いよ T シャツ持ってるんですよ。あれ自分で作ったんですけど。え、マジですか。あ、見たことありますね。え、自分で作ったんですか。まあ、作ったってその文字とかをやるか、オリジナル T シャツがあるじゃないですか、文化祭のクラス、はいはい、ああいうやってるような業者に頼んで作ってもらいました。背中にでっかく男は辛いよって書いてあるの見たことありませんでした。あ、ありましたね、そういうの。人工で右方向、柴又街道。え、でも普通にあの正規品かと思ってました。いや、オリジナル。おお。有名なダンサーが作ったカリスマ T シャツもあれも本当に今パクになりますけど、自分でお願いすれば作れるじゃんと思ってねえ、いろいろ作れますからね今はね。そう、マジここ5個が書いてあるから、カリスマ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 、後ろが負ける気がしない、めっちゃいい T シャツや、見つけた瞬間マジ欲しいと思うだって僕は世界一のカリスマなんで、うん、なるほど。じゃあ2丁目で3丁目で曲がってまっすぐで芝マーカーになって、あ、なんとか天山道で芝又行きたい。あ、風天のトラブル、うん、風天のトラブルね。やばいっすよ、惚れられてしまいます。やめてくれ、なんで変なこと。あ、めゆこが見てない、見てなかった。よかったよかった、めゆこが見てなかった、大事らしいよ。これ赤だからダメっすよ、止まってる。 1.2km 先、解釈天山道で右方向。解釈天山道、はい、あ、柴又街道だ。柴又街道を走る、と歩く。そうです、ね。まあ、本当は運転がだって歩いて、ちょっとあのアスカのパーカーこうやっとくべきだったんですよね。うん、で、あのちょっとボロボロのハットも用意しとけば、ただボロボロやしなしになったの。トラさんに寄せていけばよかったな。トラさん並ぶアルさん。アルさん。風天のアルさんですよ。風天の、まあ、確かにそう。500m 先、帝釈天山道で右方向。なんか風天をなんかもじろうと思ったんですけど、全然思いつきませんでした。隣の人いるけど。おお、確かにいなくなってる。文字でも。え、でも椅子とか置いてる。ね、どこかに消えてしまいました。どこ行ったのか、よろしいですね。はい、謎の真夜中のドライブが始まりました。イエーイ、運
店主歩くネタ帳かっこカリスマです。はい、カリスマはなんとこのお盆シーズンバイト休みます。いや、サボります。サボります。いや、サボ、いや本当に休みいただきました。はい、ダメですよ、サボっちゃ。いや、サボったかしね、ちゃんと休みはいただきました。素晴らしいですね。で、まあ、ちょっとね、僕もこう真夜中のドライブね、自分が運転するっていうのないからちょっとワクワクしてます。あのちゃんと僕は免許持ってますからね。そうです、無免許じゃないよ、ね、よし、一回行こう。これこんな暗い時間、あんなとこ一人で何釣りしているんだった。地元民え、どこに向かってるんですか今。自分 の、 あの通ってた高校です、ね、通ってた高校に、あの天才が通っていた高校に。時間帯行ったら大丈夫だ、結構、うん、有名な方も帰ってたんですね。ですね、あたしんち、あたしんち、はい、の作者ケラ英子さんが通ってます。おお、素晴らしい。あれですか、今見えてる、見えてるのはよくの土日一緒に合同練習した学校ですね。お、工業高校でございます。まあ偏差値今は知らないし、多分まあ38から40ぐらいじゃないですか。ああ。関東大会出場って、俺負けたこと言ってないんですか。杉並工業校。よくここにお邪魔はしてます。私のこの華麗な片手のハンドル切れた。おぉ、連れて行くんだ、クォータートリプルミックスキャンペーン中。今月無駄遣いした、ビザリミットで支出ランキング。あ、どうぞ。
昔の。その後ろの小学生に。東京都立いぐさ高等学校で、ちなみにあの橋みたいな場所を覚えてればいいと思うんですけど、あれはあのちょうど私んちのみかんのモデル。サンライズ近く、うん、サンライズってない、ガン、あーそっち上井草ね、あーたしんしの書いた人と同じ学校なんだかわかんないですね。ここも満車ですもんね。西武なんとかっていうのが見える運動言うてたけど、そうですね、一体駐車場がどこかにって言うけど、うん、俺のこと言ってるかもしんないですね。いや違うな、閉まってるな。これかな立体駐車場、どうかな、なくないか立体駐車場。普通にさ、プールじゃなくて川でいいんだよ、じゃない川に止めて、川釣りに行くふりをしてプールに行くという。これ違う、島って島、あ、うん、これっぽいですね。これっぽいけど、入り口がどこにあるのかが謎。あれじゃない、多分さっきなんか間入ってたし、駐輪場の駐車場が、あ、駐輪場じゃない、競輪場の駐車場が開放されてるのかな。え、多分あのさっき稲荷屋こっちだとこっちで行けば行けんじゃない。そうかもしれないですね。あ、さっきの、いや、ようやく、うん、立体しかないですよ。立体しかないですよ。立体ボールが言われたんやけどな。そうですよ、黙れって。もうね、メーカー運転しろ。ほんとそうですよ、クソガー、あークソガーってしちゃったけど、これですね、これ。稲毛屋の駐車場にしたらでかいなと思ったらこれだったですね。これが立体。スーパーに来る人こんなにいるのかとか思いました。いや、これこれでいいんですか。そう、こっちですね。立体ってこう建物のことで立体っていうんですか。そうですね、立体駐車場は建物の2階とか3階式になってるやつですね。これでいいんです。そうです、これですね。そしておそらく障害者割引は効かないと思われます。でも1回駐車料金先払い1000円って書いてあるんですか。そうです、
1000円お金あやっぱ設置されたのかな、うん、あ、こっち2番道をねはい、1000円あ、はいうのおじさんごめん、引くわいやいやいや、ダメですやすみますか。あ、すみません。ここってあの障害者手帳の障害者割引を使います。聞かないと思う。あ、なんだ大丈夫です。はい。じゃあ領収書お願いします。あ、西武園競輪場の駐車場ですね。やっぱり、ね、一応は。あれか競輪場が今休みなのかな。すごいここ熱気がムンムンムンと。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもご苦労様です。暑い中頑張って。決めた嘘ついたやっぱ君じゃないっていうねまあ YSP しちゃったいや、君の相手は僕じゃないとかっていう歌ありましたよねそうなんですかそんな歌あるんですかなんかありましたグッバイだねグッバイなんとかです君のいやそれ違うんですねきた。おお。どこ。はい。着物なんとかふれあいセンター。まあ霊園でしたね。ただ単に西武遊園地側付近じゃないとでしょ。変なとこ止めて歩いてあ遠いとはちょっと嫌でしょ。まあ確かに。ちょっとこっちが止まる。行ってもらって。違う違う。今運転手すげえパーシーさんに言ったほうが。もしかしたら。仕事中だったというバーみたいな可能性はありますいやでもあまりえだったあ ここは駐車じゃないから戻った方がいいって言うんですけど U ターンですかそうですね抜けることもできないまあ抜けられる可能性はありますねでも駐車場がないのは確からしいです抜けることもできないこっち抜けれないという行き止まりってこと多分そうですねあ、行けあ、無理だから U ターンするしかないですねあ、ごめんなさい あ、日本共産とかジェンダー平等というねちょっと待って、どうしようかあ、そっちで一旦入ればいいあ、そうですね、それなら行けるかもしれない行けるかごめんなさい、砂利道ごめんなさい、ちょっとお邪魔しますちょっと敷地内お邪魔しますお休み中かなだからパーシーさん電話してる休憩中だったのかもしれない来た来た来た、俺のこの片手のハンドル切りはいいけるかもしれない来た来た、俺かっこいいうんもう一回あの紙間のところからの U ターンしかないですよねそうですよ行きましょうここ
出て止まりながらのキョロキョロね、いろんなフロアをキョロキョロって、うん、YST がやりました。危ない、左折だから左折に行くから一旦バックしとかないと、ね、OK。小さすぎて巻くと味がしないですか。もうね、しかも食べ放題だからって雑すぎだろ。鶏皮がどこに行ったのかわからないです。なんかむっちゃ雑でしてね、扱いも。そう、まあ、もう行かねえからね。店員さんも多分私たちのことなんか言ってましたよ、多分ね。北京かな。ちょっと次からもう無理かも、来たら入店断りかもしれない。お、見えてきましたね。見えてきました。運転させられてる。はい、なかなか、なかなか満車、満車、満車、まさかの満車。充電したいわけじゃないみたい。あの、この道を見て楽しんでるみたい。バカじゃん。そこも満車かい。満車ですね。プール第一駐車場が満車。だいたい第二、第一でも右折から入れないのがめんどくさいです。で、ここしか U ターンできない線も入ってます。
ファミリーマート黒く黒いし、うん、黒いです、ね、でもあの他の建物があんまり配慮してないのもあるからなんかそこまでやんなくてもって気もするんですけど、ここがチッチブってやつか、チチブ、あすごい汚い、これ廃墟みたいなやつ、超平和バスターたちの秘密基地もあるんですね。あります、あります、後で見ましょう。あと夜行くんですか。あ、まあ知り合いのとこであるんですけど、でも、まあ、外からでも見れるんで。あ、そうなんですか。はい、あの本物じゃなくて再現したやつですよ。再現で本物は明日ですか。本物はね、ないですね、あれはね、はい、あ、そこです。電気がついてるからやってます。おー、音か、してない、あの看板はめいこちゃんがプレゼントした唯一の親孝行らしいです。え、これですか。まあ、あの看板です、ね、看板と そこのやつと看板、看板だけですよ、プレゼントしたら。だけって、いや、で大したことなさそうだよ。いやいやいや、ダメですよ。もう西武園が大好きなガールが乗ってますから。どうせ野球ファン、そこはダメなの、うん、この立体駐車場が ここはダメなのか、うん、でもこれが立体駐車場のかな、何も出てないですよね、うん、あの係員がいないですけど、でも入れるのかな、これこっちから入っていいのか、入っちゃいます、そこしかなくないです、そうです、入ってみますか、とりあえず入ろう、もうそうしよう、とりあえず入ってみます。もしかしたら関係者かもしれないですね、こっちまで。あれだけ大丈夫。よし。なんだこれは。いや、いけるじゃん。いけそうですね。でそこに止めてくるでしょ。いや、でもなんか蜂とか書いてあるけど。どうしようかな。あれかな、契約駐車場とかですか。何を言うとる、うん、やり登っております。急な坂道、あ、でもカメラ的には大して普通に見えるな。まあ急な坂ですけどなんとか登りましたけど、めっちゃ厳選、一時停止止まってないと。ははは、しゃあない。なかなか、なかなか駐車場が、会場はもう目の前にあるのに駐車場が見つからないというね。しかも駐車場はこの辺地形わかんないから交代してくれてたのに嫌だって言われました。本人がね、プールに行きたい本人があの運転を拒むというね。そうです。しかもさ、なんか急に右とか左とか分かんなくどっち行ってたのにさ、今ブロック帯にぶつけそうやった、危ないじゃん、危ないじゃねえわみたいな、めちゃくちゃハンドル切ってあの旅しといて避けましたけど超怖かった。もう神がかり的なね、ドライビングテクニックでそこを撮影してないのがもったいないぐらいですどん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 遠くなっちゃう。あ、歩いていくのはちょっときつい感じになってますね。ですよね。まあ、歩けなくはないですけど、そのどんどん、ね、